はい、ではパリオートクチュール展、世界に一つだけの服を担当しております三菱一号館美術館の学芸員の岩瀬と申します。では小構成についてご説明します。本展覧会は8章構成になっております。第1章オートクチュールの発明19世紀、第2章コルセットの終焉から狂乱の時代のジュエルドレスまで、緩やかな時系列を経て20世紀のオートクチュールの盛り上がりを追っていく構成になり、21世紀の2010年代の時代まで追っていくというオートクチュールの歴史をたどる構成となっております。それでは各章に従いまして、簡単にご説明差し上げます。オートクチュールの発明19世紀第1章ですけれども、ポスターにもなっておりますクリスチャン・ラクロワの、1991年のイブニングアンサンブルクード・ルーリーですけれども、オートクチュールの彼のオートクチュールでその、ロングドレスというのは、19世紀のシャルル・フレデリック・ウォルトのオマージュによって作られており、また、半袖のニットというのは彼の現代的な感覚に基づいているドレスになっています。ラクロワが、オマージュを捧げたのが、イギリス人デザイナーのシャルル・フレデリック・ウォルトのであります。第2章コルセットの終焉から狂乱の時代のジュエルドレスまで、という章では、19世紀末までは、コルセットによって、女性のウエストをきつく締めることが女性らしさであり美しさであった一方、20世紀の初頭になりますと、右側に出ておりますポール・ポワレ、によって、コルセットを使わないドレスが登場しました。また同様の特徴は左側に出ておりますマドレーヌ・ビオネの1924年のドレスにも見られます。これらは異国趣味、オリエンタリスムといった趣味に分類されるドレスです。またポール・ポワレはドレスのみならず香水事業を開始したことでも重要なデザイナーの一人です。右側に出ております、香水瓶はロジーヌのアナ不思議な花というタイトルの香水瓶で、左側に出ておりますのがそのロジーヌの香水のための、宣伝用の、扇子になります。ロジーヌはポワレの娘の名前でした。今写しておりますのがジェロームというデザイナーによる1925年頃の楽園というタイトルのドレスです。ラインストーンがアールデコの幾何学模様に沿って配置されている非常に美しいドレスです。腰にウエストのところについているのは風鳥の羽飾りとコサージュが組み合わされています。第3章では1930年代全贅沢なエレガンスというタイトルでこの時期のドレスを見ていきます。今写しておりますのはマドレーヌ・ビオネの1932年のドレスですが、バイアスカットと呼ばれる生地の目を斜めに裁断した技法を用いています。それによって体により馴染む形で女性の体をなぞるようなこうぴったりとしたドレスというのがこのビオネのドレスによって流行しました。こちらはスキャパレディの1938年のイブニングケープです。彼女はショッキングピンクをオートクチュールで
最初に使用したと言われています。クリスチャン・ベラールというシュールレアリスムの画家や芸術家とも交流のあった人物による挿絵が元になっています。1940年代に入りますと、このイヴ・サンローランのドレスは40年代ではなく1970年のドレスですが、1940年代のドレスの特徴を意識して作られています。またベアバックの背中が大きく開いていまして、シャンティのレースが用いられている非常に特徴的なドレスです。本展では同様にイヴ・サンローランの手になるデザイン画も、同時に隣で合わせて展示する非常に貴重な機会です。こちらはカルベンによる1945年のイブニングドレスですが、オートクチュールではシルクが用いられることが多いですが、このドレスはアセテートレーヨンが一部用いられており、戦争中の物資の不足の中、シルクのような光沢を持ちながらも安価で製作することのできるアセテートレーヨンが用いられ、この戦争に直面したオートクチュールのドレスの特徴を表しています。第5章では技巧を照らすテーラリングと50年代のファッション写真を扱います。オートクチュールはイブニングドレスのみならず、でテーラリング、つまりテーラードドレスも伝統的な部門の一つとして発達してきました。左は1999年に発表されたアレクサンダー・マクイーンがジバンシーにいた頃の作品です。右に映しておりますのはバレンシアガによる1952年のテーラードスーツです。第6章ではクリスチャン・ディオールの影響とニュールックの登場というタイトルで、こちら映しておりますのがパルミールというクリスチャン・ディオールのドレスで、英国王室のウォリス・シンプソン夫人が着用したことで知られています。1947年に、クリスチャン・ディオールが、発表したコレクションによりニュールックという、再び、コルセットにより女性のウエストを絞ったドレスが、着目され、流行し女性らしさを獲得しました。また本展ではロジェール・フィアンジュによる、バルマンのメゾンのアトリエで、ライフという雑誌のためにファッション写真を撮影しているものが書かれたものも出品しています。第7章ではオートクチュールと60年代の再生ということで、60年代のに、活躍、パコ・ラバンヌといったデザイナーは使っています。ミニドレスは、ブリジット・バルドーが、パリマッチ市で着用したことで、世に広く知られています。またそのシルバーコーティングのチェーンで作られておりますカバンもセットで、今回展示することができました。左に映していますのは、シャネル、ここシャネルのスーツで、こちらもスライドにはありませんが、カール・ラガーフェルドによる、シャネルスーツと対比してご覧になることができます。1960年代を経て、オートクチュールは、モードの主役の座をプレタポルテに移してしまいましたが、現在に至るまでオートクチュールの手仕事は、未だに重要な
位置を占め、むしろ再評価の対象となっています。先ほどサイアール館長により、言及いただきましたバレンシアガのピンクのドレスが左側に映ってオーストリッチの羽が用いられています。で右側のドレスが、2010年代のラフシモンズによるクリスチャンディオールのドレスです。以上で、発祥構成の展覧会の解説を終了します。